はい、ムケムケ、オッケー、ムケオです。お久しぶりです。こういうスタイルはね、久しぶりなんですけれども、まあ、壊れたラジオ感覚で聞いてください。ブヨブヨ、アロー、YouTube。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれムケオが、ロレックス駅伝で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます。金目持ってるけどね、というところでございます。本日につきましてはね、視聴者様がね、インスタグラムで私にメッセージいただいてました。もうめちゃくちゃやばいね。もう最高の GMT 購入情報。で、初心者でも買えるっていう、最高の、ね、勇気がね、湧いてくるような、DM の方もらってたんですけど、ちょっと私がそれ気づいてなくて、で、ちょっとね、そちらの方をね、紹介していきたいなというところでございます。はい、このチャンネルではですね、主にね、GMT マスターの、ね、SS モデルを買うために、私、向けようがね、ひちゃかちゃやる、チャンネルでございます。はちゃめちゃストーリーでございますので、まだ1年経ちましたが、買えておりません。こちらイレギュラーで買っちゃった金目です。最高です。はい。で、まあこんな感じで、マラソンしてますので、で、いろんな、有料情報を上げていきますのでね、購入に関する有料情報を上げていきますので、ぜひ、よろしくお願いしますというとこでございます。はい。まずね、視聴者様からね、はい、H タカさんですね。H タカさん、本当にありがとうございます。もうご丁寧に、正規店で GMT 買われたっていう流れをね、教えていただきました。本当に。勇気しか湧いてこない。勇気以外のものが湧いてこない。もう、やる気しか出ないって、うん。リアルロレックスマラソンとか言ってわけわからんことやってましてね。一回ね、あれやりながらちょっと自分で心がね、折れそうになる時もあるんですけれども、謎にね。うん、でもね、あの辛さっていうのをね、一気にね、吹き飛ばしてくれました。これ、後でね、見たんですけれども、いや、本当にね、これはね、最高の情報ありがとうございます。H 高さん。ご丁寧にメッセージいただいております。ちょっとね、そちらの方紹介していきたいんですけども、これね、まずね、購入日については、お盆休み中ですね。やっぱりね、お盆休みに入荷がないってよく、正規店の店員さん言われると思うんですけども、意外とそんなことないっていうところですね。これ私ね、前々から言っておりましたよね。ゴールデンウィークとか、ね、お盆休みとか、意外と買えるっていうのがありますので、その、入荷がないみたいな、うん、休みだから入荷がないっていうのはもう、ね、あれはもう完全に違うっていうのが、証明されたかなっていうところでございます。時間帯、もうこういうのも書いていただいております。13時頃でございます。はい。でね、購入モデル。これがもうすごい。もうバットマン、ジュビリーブレス。もう私が欲しいやつ。もうね、すごい。もう勇気が湧いてきました。勇気が出ますって感じになりました。で、場所については、大阪の正規店でございます。はい。大阪の正規店で買われたということでございます。でね、H 高さんにつきましては、1年くらい前からね、月1ぐらいで、神戸の方で、マラソンされてたみたいなんですよね。うん。でも、まあ、買えずというところで、一回ね、一旦そのロレックスマラソンね、お休みされたみたいなんですよね。やっぱ休むのも大切ですよね。で、そんな中で、お盆休みにね、大阪に行く、ご予定があったというところで、大阪の正規店に行かれたみたいなんですよ。で、このね、大阪の正規店については、過去に1回だけ行ったことがある正規店で、そんなにね、顔見知りとか、うん、そういう、お店ではなかったと。いうとこでございます。で、そこで、店員さんについても、その、初見さんの、店員さんだったんですけれども、そこで、バットマン変えたっていう話ですね。で、H 高さんね、ちょっとね、考察されてまして、その変えたね、まあ、要因、まあ、ちょっとした要因として、その、つけていったチューダーがね、うん、これがちょっと珍しいモデルだったらしくて、店員さんがね、それをね、興味を持たれて、まあお話がね、進んだ結果、ご購入できたっていうところです。羨ましい本当に。すごいです。あと、もう一つは、奥様とね、行かれたっていうこともね、要因ではないかなという考察されておりました。やっぱね、そうですね、私みたいにね、謎にね、ナンパばっかしてたような男ではないのでね、男ではないのでちょっと失礼なんですけど、そうですね、ちゃんと奥様がいて、多分社会的にね、地位がやっぱこう、
高くなるじゃないですか。ぜひね、私とね、一緒に正規店行っていただくね、女性の方募集しております。はい。そんな感じで、ね、奥様と行かれたことも、要因じゃないのかなと言われておりました。まあね、転売ヤーの方がね、家族で行くことはないですよねっていうとこですよね。でも、いるのかな？もう家族ぐるみでやるみたいな。ダメですよ。あんまり転売しないでくださいね、本当に。ロレックスは最高なんで。はい、それも言われておりました。だからね、本当にね、これね、勇気がね、私湧いてきて、何回も行った店じゃなくても、私何回か福岡最近店舗行ったんですけれども、この時もね、やっぱ勇気湧きますね。やっぱ1回目とかのね、訪問でも買える可能性があるっていう話じゃないですか。いやこれはね、いや本当にね、やる気が出るっていうところでございますよね。やっぱそう考えると、やっぱその時計とかでね、話がね、盛り上がるのであれば、やっぱこのね、金目つけていくっていうのは一つありなのかなっていうのもちょっと最近思ってるんですけどもね。なかなかね、出てこないですね、私に関しましては。はい、そんな感じで、もう非常にね、これね、もう最高の情報ありがとうございました。でもうね、ギャランティーカード付きでね、私見せてもらってますので、確かな情報だなというふうには思っております。いやもうね、本当にこれはね、勇気が湧いてきます。もうこれ本当、初心者の方もね、本当ね、時計の愛があって、そんな何回も通わなくても買える可能性っていうのは非常に高いっていうのをこれで証明されておりますね。はい。だから本当しっかりとね、時計の愛を伝えてください。やっぱ転売ヤーっていうのはこう身から出ちゃうのかなっていうのはちょっとありますからね。いやこれ本当に何度も言いますが、もうやる気出ます。本当 H 高さんありがとうございました。いやー本当ね、頑張ろう。マジで欲しい。もう欲しくて欲しくてたまらないんですよ。マジで本当にね、今頑張ってますんで、はい、1年半2年、ぐらい、その辺の方がね、どっちかというとリアルなんじゃないですかね。はい、そんな感じで、ちょっと私もね、今後バシバシね、また地元帰って正規店ね、行っていきたいと思いますので、本当にね、こういう情報ありがとうございますっていうところでございます。はい、ありがとうございました、H 高さん。はい、こんな感じで、ロレックスのね、購入情報とかね、もうどんどんシェアしていきますのでね、私ちょっと、はい、頑張っていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんもね、チャンネル登録、いいねの方して、応援してもらえればなというふうに思います。いやー、あとちょっとで帰ると思うんだけど、本当に勇気が出た。頑張りたいと思います。はい、本日はね、視聴者様からいただいた、有料情報でございました。すいません、ちょっとね、インスタグラムの使い方ね、あんまりちょっと私、理解できてなくて、結構こういうね、見落としみたいなのがありますが、これについてはもうね、9月になる前ですね、8月後半にはもう送っていただいてたんですけれども、ちょっとね、私見落としましたんでね、もしね、これあれなんです、私もインスタ見るようにするんですけれども、ツイッターとかならよく見てますので、そっちで DM していただければ、はい、わかります。そう、インスタのね、使い方とかもちょっとね、今後勉強していきたいなというふうに思っております。はい、本当にありがとうございました。はい、私も頑張ります。皆さんもロレックスマンさん頑張りましょう。はい、以上です。OK。ではまた。